ら向いていただきましょう。うわやべえ、緊張してきた。現在 YouTube チャンネル登録者数50万人超えの歌唱力と面白さを兼ね備えた素敵な方からちょっと盛りすぎじゃない？ではご覧いただきましょう。一人しか拍手してないし。皆さんこんにちは、YouTube で歌を歌ったり、うわ恥ずかしい、いわゆる YouTuber ですね。サミティネス参戦ことおさみと申します。小助さん、しろさん、この度はご結婚本当にありがとうございます。そしてご家族の皆様、ご列席の皆様、本当におめでとうございます。どういう経緯で、この動画を撮ることになったかというと、小助さんとしろさんが僕の YouTube の視聴者だということで、いや本当ありがたいよね。 Twitter のダイレクトメッセージで、しろさんからまあ、結婚するのでぜひおさむさんに動画を送っていただきたいですということでメッセージいただいたんですけど、その中でしろさんが僕が本当に有名な方なので、送ってもらったら会場がざまつくと思いますみたいなメッセージを送ってもらったんですけど、多分ね9割ぐらい会場がいや知らないでしょ、行くかな、せっかくなので一曲、コウスケさんとシオさんのために、歌を練習しました。自分のお父さんやお母さんが産んでくれたことを思い出して、また父や母になっていくんだなということを思いながら聴いてもらえればと思います。それでは聴いてください。高橋優さんで生まれた理由。嬉しいねこれ、本当に。いや幸せだな。え、ちょっと待って、誰だよ。